団子のシーンを作って、それでなんかやるの、うん、また汚れてもいい服装できた。え、その上にこれ、もっともっと。で、綺麗。見して。ママ見て。こねてますから、ね、その白い粉を薄くパラパラって振りかけて、またコロコロってしていきます。いいよ、手で。あ、これね、白いやつってサラ粉ってこと？サラ粉。サラ粉つけたら一気に汚れるね。薄くつけて、はい、コロコロまたこねてこねて。全然綺麗に見えない。おお、すごいすごい、なんか綺麗になんか色ついた。みーちゃん持ったじゃない。みーちゃん持ってあ、休みした。頭かゆいな。綺麗なのかな。なるんじゃない？転がせば転がすほどピカピカに。おー、いいじゃん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 。いいじゃん、それで転がして、もっと転がす。転がすっていうかさ、飛んでるでしょ。あと赤くする？あ、赤くする？よし、するっしょ、よしよし、そうやな。さっきと同じような感じで、これと同じような感じでまぶして、落として、こすると、なんか表面が真っ黒っぽい赤になるから、そしたら完成。ちなみになんかその後をさらに乾かしたのがこんな感じなんですけど、触っていただければ分かるんですけど、かなり硬いんですけど、めちゃ軽く多分握ってもらっても全然変わってないような感じ。これ大体、僕が11時ぐらいに作ったやつなので結構まあ1時間経過したら大体こんな感じでツルツルでバキバキになるんで、はい、できたできた。これでどうぞ。さあ、ひたすらこねて。おう、それでまたこねるだけ。あおちゃん、ひーちゃんは赤い粉つけたから。いいでしょ。もしかしたらで、ちょっとこれに、お母様も一緒にエプロンを。あ、はい、ちょっとあのこれ、ちっちゃいか。え、なんか丸くなるように両手でコロッと。どう？あ、いい感じじゃん。あ、もう100点中で112、3点かな。ちょっと割れちゃったりとかね。割れちゃった、ちょっと割れちゃったかな、今どこ。あ、ほんとだ、割れてない。おー、いいじゃん、完璧。割れてない、完璧じゃん。しょうがない、キイちゃん、そこはこねるんだ、もう。そう、落としちゃったからね。コロコロして。キイちゃん、やっぱり落としちゃった。でも、あの水すごくくっつかない。最初手に水つけた？つけてない。なんで水あんの？ひび割れたらそっちも入れちゃった。入れちゃおうか。入れちゃおうか。はい、完成。あとは家帰ってもらってさっきみたいに乾かしていただければ。はい、キャッキャなるので。はい、ちょっと台座の方がこうこんな感じで置けるような台座なので。へー、はい、でこれに置いていただいて、説明書も入ってるんで、はい、置いていただいて、あと日陰の方で1、2時間ほど置いていただければ、多分
テカテカじゃないと思います。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。テカテカだったら好きなように書けばいいんだよ。後で送る、ここに名前入れといて、ヒロ気が入ってないよ、大丈夫。おー、いいじゃん。いつも1990倍以下いいじゃん。はい、OK です。食べられないかんね。